こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では、大人の夏のコーデ見本ということで、具体的にコーディネート事例をですね、どんどん実際に着替えながら、皆さんにお見せしてみたいなというふうに思っています。今日もですね、すごい暑くて、35度を超えるような日なんですね。まあ正直、ジャケットを着るのは相当しんどいんですが、YouTube の冒頭だけはですね、このような形で、皆さんの前に立ちたいなというふうに思っています。まあ皆さんもですね、このような季節になると、まあ何着ていいのかは わからないと悩んでる方も多いと思うんですね。特に夏はですね、着こなしがめちゃくちゃシンプルになりがちですし、ごまかしが効かないんですね。着用点数が少ないので、コーディネートでいろんな工夫合するということが、なかなか秋分に比べるとしづらいので、まあそんな夏に適した着こなしをですね、皆さんになるべくたくさんお見せしたいなと思ってますので、まあ皆さんの今後の着こなしの参考にしていただければなというふうに思ってます。まあ人によってどれがしっくりくるかというところは様々だと思いますので、ぜひ コメント欄にこのコーディネートが好きですとか、これを自分なりにアレンジしながら試したいですとか、まあいろいろとコメントいただけると今後の参考になるかなというふうに思ってます。まあ冒頭はこのあたりにしまして、今日は結構長い動画になりそうなので、ぜひ最後までですね、お楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、早速ですね、一つ目のコーディネートから皆さんにお見せしてみたいなと思っています。まずはこちら、半袖のブルーのシャツ。これをメインとした着こなしですね。まあ、夏の着こなしといっても、やはりですね、ちょっと小綺れさを出したいという方も多いかなと思うんですね。半袖短パンみたいなスタイルも僕は好きなんですけども、それだとちょっとこう、気恥ずかしさがあるなとか、年齢的に無理があるんじゃないのかなと感じる方も多いかなと思うんですが、まあ、そんな時にですね、一枚持っておくと便利なのが、こういった半袖のシャツです。 今日はですね、たくさん反省シャツを出したいなと思ってるんですが、まず最初はですね、僕とグリーンレベルさんとのコラボレーションでできた、こちらのですね、ブルーのレギュラーカラーシャツですね。お、ま、っ、あ、きめの胸ポケットがついていて、まあ、軽快な爽やかな印象のブルーシャツですね。僕はこういったライトブルーのシャツが大好きで、まあ、シャツだけではなくて T シャツとかそういったものも持っているんですが、まあ、夏らしい爽やかさだとか、綺麗な色って大人の男性にも結構似合いやすかったりするので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。 このような半袖のシャツだと、よりですね、肌の露出が増えるので、ちょっと夏らしさも増えてですね、個人的にもこの仕上がりめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思ってます。下にはですね、白の丸首 T シャツを着ているんですが、まあ、第1ボタン、第2ボタンぐらいまで開けて、白の T シャツをちょっと覗かせてあげるのが個人的には好きなんですね。まあ、全部止めて着るというのもあるんですが、真夏なんで暑いので、まあ、これぐらいですね、少し砕けた感じで着てあげるのもいいと思いますし、あとはもう前開けちゃってもいいと思います いいですね。僕は内側にはですね、自分のブランドのプリント T シャツを着てるわけなんですが、えー、あえてですね、T シャツはインをしています。もちろん出してもいいんですが、なんかこう、重ね着をする時の T シャツって、インをすると一気にトレンド感が出るので、このような着こなしでもいいんじゃないのかなと思います。 そして、ボトムスなんですが、もう定番ですね。僕にとっては一番よく履いている、ユニクロのタックテーパードパンツ。これが僕の中では一番使いますね。もう本当に薄くて軽快で、なおかつシルエットも太すぎずというところで、ワイドパンツではあるんですが、テーパードが効いていて、使い勝手がいいので、これをベースに今回も組み立てています。足元は、まあいろんなものが合うんですが、今回はグルカサンダルですね。ビューティーユースのグルカサンダルを履きました。足元にトレンド感出すっていうところと、まあ軽快な雰囲気を出したいという いうところでグルカサンダルを履きましたが、えー、あえてソックスは白を履いていますもちろん素足に履いてもいいんですがこのような形で白ソックスとグルカサンダルも相性がいいのでまあ、ちょっとトレンド感のあるような着こなしが一つ完成しましたこういったコーディネートも簡単なのでぜひ皆さん楽しんでいただければなと思っていますはい続いて2つ目のコーディネートなんですが先ほどはブルーの半袖シャツを着ましたが今度はシャツを変えただけの手抜きコーデで申し訳ないんですが爽やかなブルー系ではなくて かえってですね、男っぽくて、ちょっとこう、クロート向けの色合いのですね、オリーブのシャツを着てみました。だいぶ雰囲気が変わりますよね。ベースの着こなしは、内側に白 T を着て、ブラックのパンツを履いてとあまり変わらないんですが、シャツの色を変えるだけで全然イメージが変わるんですね。ブルーというのは、正直こう、清潔感があって、女性からの印象が良いカラーだと思いますが、一方でこのようなオリーブというのは、ちょっとこう、中級者向けの色合いで、 男的な感覚で満足度が高いような色かなと思います。僕はオリーブという色が大好きなので、どうにかして自分の好みのですね、オリーブ色のシャツが欲しいなと思って、結局自分のブランドで作ってしまいました。ですので、これは僕のブランドのオリジナルになるんですが、まあ、サイズ感は少しゆとりがあるんですけども、大人に似合うような超ビッグシュレートという感じではなくて、超ゆるサイズにしてるんですね。そして襟型もですね、レギュラーカラーにして、こちらも第1ボタン、第2ボタンぐらい開けて、ちょっと軽快に 着てあげるのがいいんじゃないのかなと思っていますちょっと胸ポケットもですね大胆につけることで1枚でアウター感覚で着れるようなシャツに仕上げているんですねこのような形で爽やか系のブルーとあとはちょっとこう男が好きなようなですねオリーブ系 中級者向けのものを持っておくと結構ですね、着こなしの幅としては広げられるのかなと思ってます。ただオリーブって結構色的には簡単ではなくて合わせ方にはコツがいるんですね。やぼったく見えがちな色でもあるので内側には白 T を着て少し爽やかさを出してあげるということ。あとは足元ですね。これも白のレザースニーカーを履いていますがこういった白をうまく使うことで爽やかさを出してあげるとバランスがいいかなと思います。まあ、今回はこのようなジャーマントレーナーを履いてるんですが オリーブという色自体がちょっとこうアーミーなイメージもあるので、あえてですね、足元もジャーマントレーナーでアーミーな雰囲気をちょっと共通させています。で、ボトムスなんですが、今回も僕の定番のブラック系のパンツを合わせてるんですが、オリーブという色のや暮ったさをブラックで引き締めるのも有効なので、オリーブを使うときにはホワイトだとかブラックを混ぜながらコーディネートを組んだ,だけど、意外とバランスがいいかなと思うので、ぜひですね、このようなオリーブのシャツのコーディネートも皆さんトライをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目のコーディネートなんですが、今度はですね、こちら。 ホロシャツをメインとしたような着こなしですが、いかがでしょうかまさしく、大山春らしいですね。派手さのない地味なコーディネートなんだけど、リアルには使いやすいと思うんですね。まあ、YouTuber 的にはですね、結構盛りたい、映えるような着こなしをしたくはなるんですが、あまりにトレンド感強かったりだとか、カビすぎると、それまたリアリティがなくなるので、まあ、これぐらいのスタイルって、やっぱり使い勝手がいいかなと思うんですね。先ほどのスタイルと同様に、鉄板で多くの男性に似合いやすいかなと思うんですが、 まあ、ポロシャツを選ぶときのポイントなんですが、まあ以前の動画でもお伝えしましたが、個人的にはブラックのような 濃いシャープな色を選ぶのか、もしくはライトブルーだとか、ダークグリーンのような綺麗な色を選ぶのか、まあ、この2択が使い勝手がいいかなと思うんですが、今回は鉄板ということで、ブラックのポロシャツを着ています。そして内側にはですね、白 T を着て、ちょっとだけ覗かせてあげるというのが、まぁ、あ、気的で使い勝手がいいのかなと思っています。そして、ボトムスに関しては先ほど同じですね、グレーのシアサッカーパンツで、モノトンで汗というところが一つポイントになるかなと思うんですね。ポロシャツは失敗するとおじさんぽく ののででああえてて色数を絞るることとシャーーープに見せてあげるのが使いいいやすすコーディネートかなと思いますそして、ちょっと着こなし的に地味に映るかなと思ったので、今回はちょっとサングラスをここに引っ掛けてるんですが、これはあってもなくてもいいです。普通に掛けていただいてもいいかなと思うので、このような形で、ちょっとこうアクセサリーとか、メガネだとか、そういったものをうまくミックスさせながら、 ポロシャツを持つですね、おじさんっぽさをうまく中和してあげるといいかなと思います。で足元もですね、グルーカサンダルという形でトレンド感があるようなシューズで、ちょっと大人っぽさもあるので、まあこういったところでですね、ポロシャツの従来のイメージというところをうまくですね、カバーしてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。この着こなしもすごく簡単で、なおかつですね、大人っぽくて使いやすいので、ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。 はい、続いて5点目の着こなしなんですが、今度は思い切ってですね、最もカジュアルな着こなしに振り切ってみました。半袖短パンサンダルです。まあこれ以上ですね、カジュアルな着こなしってほぼないかなというぐらいのですね、着こなしなんですが、ただ色数をある程度絞ることで大人っぽくコーディネートをしてみました。 T シャツなんですが、こちらはシップセニで購入したキャンプポケットと呼ばれるようなサイドにポケットがついたちょっと変わった T シャツなんですが、無地がベースになっているので意外と使い勝手がいいんですね。サイジングも結構大胆に大きくて、まあこういったものを1枚で着ると T シャツ1枚でも退屈な感じがしないので、 個人的にめちゃくちゃ気に入っていますね。特にこのダークグレーという色合いが大人の男性には似合いやすい。大人っぽさというところを感じるなので、特にこの色合い僕は気に入っていますね。 これを着ながらですね、下、ショートパンツですね。今年は結構丈の長さを意識して、慎重に選びました。グラビチとビームスがコラボレーションして作ったですね、こちらのパンツはですね、裾幅もちょっと広めなんですね。丈の長さもですね、やや長めで、膝位置よりは短いんだけども、このような、こう、ももがしっかりと見えてしまうような長さではなくて、ちゃんとももは隠れるぐらいの長さ。これぐらいがですね、根気的ですし、大人の男性にも似合いやすいかなというところで、 カジュアルなんだけども、その中でちゃんと色合いを引き締めたいだとか、丈の長さとかのボリューム感っていうところですね、調節したようなスタイルになっています。 そしてサンダルですね。これも思いっきり快適に行きたかったので、ウーフォスのサンダルを合わせています。ブラックなんですが、アンドワンダーとのコラボレーションということで、少しここにですね、ロゴが白くですね、こう、ペイントしてあるような感じのサンダルになっていますね。まあこのような形で、ドカジュアルではあるんですが、ちょっとですね、大人っぽい要素も交えたスタイルにしています。 外で遊ぶ時なんかはこのようなサングラスはもう必須のアイテムになってるんですが、これも顔周りを盛るという意味では一つ便利なアイテムだと思いますし、このような時計だとかバングルみたいなもので少しですね、装飾を足してあげることでシンプルになりすぎないようなバランスを取ることが非常に大切かなと思います。まあこれに対してあとは帽子をかぶったりするのもいいかなと思うので、そのあたりは好みに応じてカスタマイズをしていただければなと思っています。 はい、続いて6点目のコーディネートなんですが、今度はですね、同じく短パンのスタイルではあるんですが、先ほどはアウトドア短パンみたいなスタイルだったんですが、今回はちょっと待ち着短パン的な感じでコーディネートを組んでいました。同じくグラミチのですね、ショートパンツを履いているんですが、上を変えるとだいぶ雰囲気変わるかなと思います。 上はですね、オープンカラーシャツ、今季の GU のもので、色はですね、ブルーという表記なんですが、まあ、ブルーとグレーが混ざったような、すごくバランスのいい色合いになっています。このような形で、襟付きのシャツをですね、たとえ半袖シャツであっても入れることで、短パンのスタイルが幾分綺麗めに見えるかなと思うんですね。まあ、このような形で、短パンをあまりカジュアルすぎる形にしたくないなという方は、オープンカラーシャツと合わせてもらうのは、かなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。 内側はもう定番ですね。白系の丸首 T シャツで軽快な感じを出してあげると。で、足元なんですが、先ほどのようなアウトドアの方向であれば、基本的にはウーフォスだとか、あとは他オネオネのサンダル、ちょっと今日は自宅に置いてきてしまったんですが、ああいったものが相性がいいかなと思うんですが、ちょっとですね、待ち着的に着るのであれば、このような グルカサンダルですね。これビューティアンドユースのものなんですが、こういったもので合わせてもらうと少しですね、大人っぽい雰囲気の短パンスタイルになるので、ぜひこのスタイルも結構簡単で、いろんな方に似合いやすいかなと思うので、トライをしていただければなと思っています。はい、続いて7点目ですね。見てる皆さんも僕もですね、だいぶ息切れしてきましたがえ、最後まで走り抜けたいと思います。今度はですね、T シャツをメインに添えたコーディネートなんですが、こちらですね。 ダークグリーンの T シャツ。これも今季グリーンレベルさんとコラボレーションして作ったものなんですが、この色合いはやっぱり着ていて評判がいいですね。なんか大人の男性って無地 T シャツ好きでよく着ると思うんですけども、その中でもちょっとこう退屈に見えないような差し色的なものがあるとすごくバランスがいいかなと思ってまして、一番最初にご紹介したようなこういった ライトブルーなんかもすごくいいんですが、それと並んで僕は使い勝手がいいと思うのが、グリーン系の色だと思うんですね。オリーブとかもいいんですが、ただですね、ダークグリーンのようなシャキッとした深みのあるグリーンの方が、僕はですね、なんかこう、 より清潔感があって、大人の男性には似合いやすいかなと思うんですね。良い意味でやぼったさを出すのがオリーブという色で、これはこれで中級者以上の方にですね、お勧めできるカラーなんですが、こういったダークグリーンというのは結構様々な方に似合いやすくて、 色として綺麗なので褒められる機会はすごく多いのかなと思います。こちらの T シャツはサイズ S なんですが、ちょっと袖の長さも長めになっていますし、身幅もややゆったりです。個人的にはワンサイズぐらい上げていきたい感じもするんですが、 これぐらいのサイズングの方が多くの方にとっては違和感がなくて、ほんのり緩さがあってバランスがいいのかなと思います。で、ボトムスもですね、一番最初に履いていたタックテーパードパンツですね、ユニコーンのものもすごくいいんですが、グリーンレベルの定番のボトムス、ちょっと名前度忘れしてしまったんですが、このボトムスのシルエット、いわゆるテーパード型なんですけども、これぐらいがやはりですね、多くの方にとっては理解しやすいようなシルエットで、 太すぎず細すぎずというところで、まあこれぐらいのテーパードシルエットというところが好印象なのかなというふうに思ってます。 上に差し色を持ってきて、ボトムスでブラックで引き締める。まあネイビー、ダークグレーでもいいですし、あとはシアサッカーのグレーのパンツとかでもいいと思いますが、このようなもう定番的な着こなしが大人の男性にはハマりやすいと思いますので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。シュ元はもう白レザースニーカーとかでもいいんですが、ビルケンストックのサンダルでちょっと根気らしさを出してみました。このようなスタイルも簡単かつ多くの方に似合いやすいので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラストの着こなしなんですが、今回はですね、このカーディガンを羽織ってるんですね。真夏にカーディガンというのをですね、ちょっと疑問に思う方も少なくないかなと思うんですが、このコーディネートのテーマなんですけれども、真夏の冷房対策コーデという形で僕は名付けてみました。 結構ですね、真夏って室内ガンガンに冷房を効いてるので、長時間カフェにいたりだとか、食事をしてると結構肌寒かったりすると思うんですね。あとは電車の中とかの長時間の移動もそうなんですけども、そういった時にこういったカーディガンが一枚あると結構便利で、T シャツの上にサライと着るだけでコーディネートも完成しますし、 あとはですね、体温調整もしやすいので、このようなカーディガン1枚持っておくと便利かなと思います。これは今から確か2年ぐらい前だと思うんですけどね、ユナイテッドアローズで購入したボタンレスのカーディガンですね。あえてこうボタンが付いてないようなかなり簡易的なカーディガンなんですが、薄くて着心地もいいですし、色合いもブラックなんですけども、スミクロみたいな形で少しグレーっぽさがあって非常に気に入ってるカーディガンですね。こういったものをですね、 無地の T シャツでもいいですが、僕は個人的には、重ね着をするときには、ちょっとプリント入ってるぐらいの方が、退屈にならないので好きなので、これは自分とこの新作の T シャツなんですが、これを合わせてみました。白ベースの T シャツだったら結構重ね着もしやすいので、上にカーディガン着たいだとか、ネイビー、グレーのジャケット着ても合うので、このような形で今回は合わせています。で、ボトムスは先ほどからよく登場してきてます。これはシャコルグレーのですね、パンツですね。このような形で、モノトーンで色を合わせてもらうと、すごく バランスがいいかなと思いますので、こちらも結構簡単です。ぜひ大人の男性も試していただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の夏コーデということで、具体的にですね、結構たくさん着替えたと思うんですが、皆さんにコーディネートを解説させていただきました。意外とですね、こう着替えるのって体力いるんですね。まあ僕はいつもですね、何も考えずにこの場に来て、その場の流れでですね、撮影するわけなんですが、まあ結構いろんなものを着替えながらですね、あ、こういった着こなしもできるなとか、これ意外と新鮮だなという形で、僕自身もやっていて楽しかったので、まあぜひ皆さんも 今回の動画を参考にしながら夏の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています。 まあこんな形でこちらのチャンネルではこれからもですね、メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説、また週に一度のペースで行っている会員限定のライブ配信ですね、こういったものを見たいなという方はですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを別で運営してますので、下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなかですね、時間がなくて動画をチェックする時間がないという方は、オンラインサロンというものを開催していまして、 そちらはですね、写真と文章ベースで、1日5記事くらいですね、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っています。大体いい1記事あたりですね、1分程度でサクッと埋める分量なので、まあ、時間がない方はオンラインサロンもおすすめなので、こちらも概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。